皆様おはようございます。ありがとうございます。所沢市長の小野塚雅俊でございます。本日はですね、第9回目となります市長タウンミーティングを開催いたしましたところ、本当に外はお暑い中ですね、これまでに多くお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この市長タウンミーティングは私の公約の一つでございまして、テーマを変えまして、やっているものです。これまでですね、今回で9回目でございます。ご参加いただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、1回目が子ども子育て、2回目が高齢者、3回目が障害者、4回目が防災、5回目が緑自然で、6回目が産業振興、7回目がまちづくりで、前回が健康医療でありました。で、今回が文化芸術であります。暑い季節でもありますので、ちょっとこう爽やかなテーマにしたいなという思いもございまして、文化芸術というテーマを挙げさせていただきました。ちなみにですね、来月8月は、8月というとまさに、戦争が終わった月でもありますので、平和について、平和と、基地返還のことについて行います。で、9月は農業について行う予定です。で、11月、今、自治体町内会というテーマでやると思っているんですが、それが終わりましたらですね、これで1回12回終わって1年間終わりますので、そうしますと各まちづくりセンターに伺って、市内には11カ所のまちづくりセンターがございますので、そこに、今までずっとこの場所8階、市役所8階でさせていただいてたんですが、各町線に伺って各地区でやっていこうと思っております。まだ計画の段階ですから、また決まりましたら広報等々でご案内申し上げますが、そんな感じでやっていこうと思っております。それではですね、ちょっと着座でまず冒頭市政で行っている文化芸術の政策についてご説明申し上げたいと存じます。着座にて失礼いたします。所沢市はですね、1950年、昭和でいうと25年に市政が施行いたしました。今年で74年目でございます。で、一貫して魅力ある文化都市の形成を目指してまいりました。ご案内の方もいらっしゃるかと思いますが、所沢の市民憲章にはですね、市民憲章、こういうところ、いろんなところに市役所の入り口にもある書いてございますが、未来に向かって潤いの文化都市を目指すというふうに、所沢市民憲章では謳っております。以来、市政施行以来です、憲章できたのはその後ですけれども、文化都市を目指すと言ってきたのが私たちの町所沢市でございます。また市内にはですね、数多くの文化団体の皆様方が盛んに活動をしてくださっています。また市内には、芸術系の学校もございまして、多くの芸術家の卵と言われる方々が学んでいらっしゃいます。ご案内かと存じますが、三ヶ島地区にはですね、埼玉県立芸術総合高校というのが、ございまして、これは2000年平成12年に公立高校としては日本で一番最初にできた芸術家のみの専門高校でいらっしゃいます。で、本当に埼玉県、県立高校ですから埼玉県内の方なんですが、もうこの埼玉所沢のみならず、埼玉西部地区のみならず、本当にですね、北から南から西から東から多くの方々がこの芸術高校に、人気がある高校として学んでいらっしゃいます。またかつてはですね、これ本当残念ではありますが、日本大学芸術学部がございました。所沢キャンパスではですね、これできましたのが平成元年ですね、1989年でございますから、もういろんな芸術家の方々が、本当に一大芸術学部ご出身って方、本当に今日本国内のみならず全国世界で活躍されていますが、平成にご入学をなされた方々は皆さんこの所沢キャンパスで学ばれているということであります。平成の元年からまさに平成の終わりの時まで、所沢キャンパスがありました。今もキャンパス自体はありますけれども、学生さんはいらっしゃいませんが、いわゆる平成に時代に学ばれたお方は皆さんこの所沢キャンパスで学ばれたご経験があるというぐらいですね、まさに所沢はそういう芸術家といいますか、そういうことを学ばれる方々の街でもあり、いまだにそういうところであります。所沢文化芸術と大変深いつながりがある街であります。またこの度ですね、東所沢にあります公益財団法人の角川さんですね、角川文化、振興財団さんっていうところがあるんですが、私所沢市長としてですね、今回初めて理事に就任をさせていただきました。角川さんとの関係、これまでもいろいろあったんですが、よりその文化芸術を振興していくという意味において角川財団の私も理事にさせていただきました。著名な方々とは理事としてはです
ね、赤川次郎さんがいらっしゃったり、例えばあの令和という名称を決めになられた先生いらっしゃいますけども、その先生も理事でいらっしゃいます。また評議員には隈研吾さんもいらっしゃったり、荒俣博さんもいらっしゃって、この前も一緒に荒俣さんといろんな話、もう市長こういうことやってくださいよって偉い、大変有益なご意見を荒俣さんといろいろしてきたんですが、そういう財団の理事にも所沢市の市長という立場をいただいている私として参加をさせていただいている次第でございます。ちなみにですね、これちょっと一つご案内の方もいらっしゃるかもしれませんが、角川さんというのはですね、実は俳句と短歌にすごい力を入れている財団でありますので、所沢市はご案内の通り三ヶ島よし子さんが、それこそ大変著名な短歌の方でありますが、三ヶ島よし子さんがいらっしゃったり、あと昭和の30年からでしたかね、実は短歌と俳句の大会、文化祭というのをずっと所沢はやっております。コロナの時にちょっとやめたこともございますが、ずっと短歌と俳句の大会というのは所沢ずっとやっているんですが、そういう意味で所沢市自体が短歌とか俳句にすごい力を入れている市ではあったんですが、でましたら三ヶ島よし子さんがいらっしゃるという町である中で、実は角川さんというのはいわゆるその最も国内において権威のある短歌と俳句の賞、これご案内かもしれませんの方もいらっしゃると思います。短歌でにおいては長空賞ですね、いわゆる折口忍さんです、釈長空って言われる折口忍さんなんですけど、短歌を読むときは釈長空っていう、釈長空っていうんですけど、その長空賞の賞、を与える場所も角川さんだし、さらに俳句でいうと蛇骨賞ですね、これはいわゆるその飯田蛇骨です、飯田蛇骨の蛇骨賞、まさに短歌と俳句のまさに、まあ、芥川賞とか直木賞は有名ですけど、俳句と短歌において蛇骨賞と長空賞というのは本当に権威中の権威です。この前受賞式が、7月の2日にあったんですが、私も理事の一人として参加させていただきましたが、まあ著名な受賞された方々も著名でいらっしゃいますが、まあ佐々木幸綱先生であったり、馬場明子先生であったり、高野睦夫先生であったり、馬崎優子先生であったりですね、あと、まあ、著名な方で言えばですね、田原町さんですね、そういう方々も勢ぞろいです。でその方々がそういう授賞式にいて、その中でですね、田原さんにも私も詳しく言われたんですが、所沢市はもう短歌市とかですね、俳句市って名乗った方がいいわよっていうふうに市長言った方がいいわよって、もうそれぐらいの町なんだから言っちゃった方がいいんじゃないっていうふうに田原町さんにえらい言われましてですね、それぐらい実は、短歌とか俳句に関して所沢市も実はずっとやってましたが、実は角川さんがそれ蛇骨賞とか長空賞を受賞式をやる場所が角川の場所ですから、そういう意味においても短歌俳句という短歌や俳句というものは、非常に所沢にとって、非常に力を入れてきていただいたところでもありますし、私としても短歌師であるとか、まあ、その田原町さんの言葉をお借りすればですね、短歌師俳句師の町であるということもちょっとぜひ今日お越しの方々には知っていただきたいなというところでございます。ちょっと長くなりましたが、それではですね、市の文化芸術事業の柱となっています4つの事業をですね、市民文化センター管理運営事業と音楽のある街づくり推進事業、アート関連事業と、市民文化活動支援事業、これ4つについて、まあ、それ以外もいろいろやっておりますが、その主に4つを、冒頭ご説明申し上げたいと思います。まず1つ目はですね、市民文化センター管理運営事業です。これミューズのことでございます。所沢市はですね、これも、かつての市役所ですね、旧市役所の裏側に、1970年、昭和45年に昔のですね、市民会館というのがありました。いまだに建物自体が動いてしまっているので、これもどうにかしなきゃいけないんですけど、市民会館がありまして、長年市民の皆様方の文化芸術の発表の場として親しんでいただいていたんですが、それ自体がですね、多国的ホールであったために音響や使い勝手の悪さなども当時あったということでありまして、またキャパシティがちょっと小さかったということもありまして、市民の皆様方や文化団体の皆様方から本格的なホールの建設というのが望まれて、その結果ですね、1987年、昭和62年に13,000人というんですけど、13,000人もの請願のご署名が議会にご提出されられまして、でそういうことが追い風ともなって、ミューズですね、市民文化センター建設へと歩みを進めていくということになりました。
で、それがですね、作られるにあたって、これはあの当時をご存知の方はご存知だと思うんですが、総工費360億円です。もうこれは所沢の歴史、市政歴史上これだけのお金を使った事業って多分ないと思う。いろいろ市民の皆様方に何かやるっていうのは別ですけど、何かを作るという意味において360億円、私が当然のことながら市長になってこれだけのお金の事業はやったことはありませんし、総工費360億円というですね、大変なあの市民の皆様方の、お金を当時活用させていただいた形で、1993年平成5年にまさにミューズ所沢市民文化センターミューズが、完成をいたしました。でミューズはですね、ご活用されていらっしゃる方多くいらっしゃるかもしれませんが、特徴としましては、ホールが独立している分棟型という建物であります。で大ホールですね、アークホールには世界日本国内では最大級のパイプオルガンが備えられていますし、クラシックの音楽に特化したホールとなっています。アークホール、大ホールですね。でミュージカルやバレエなどの舞台芸術に最適な、マーキーホール、これ中ホールであります。で室内楽などを主な目的としましたキューブホール、ホールが3つありますし、さらにはギャラリーといわれるギャラリーホールであったりスクエアなどさまざまなものがございます。でこれはですね、知ってる方はご存知ですけど、県内に並ぶものはありません。私はミューズの、現時点ではミューズの 理事長だった、ミューズの財団の理事長は市長が今までやってたんで、引き続き私は理事長をやってるんですが、いろんな芸術家の方々とお話しさせていただきますけど、県内に並ぶものはありません。よくですね、リリア、川口リリアと比較されたりするんですけども、川口の方でいたら申し訳ないけど、もう雲泥の差であります。で、ライバル、もうある方に聞いたら、ライバルはどこですか、ホールのライバルとしてはどこですかって言ったら、サントリーホールって言われました。それぐらいのホールです。ありがとうございます。本当にサントリーホールがライバルだと言われるぐらいのホールでありまして、そういうものを私たち所沢市は、あれは所沢市のものでございます。建物としては所沢市のものでございまして、運営を財団がやっているという形でありますから、所沢市が保有させていただいて、当時の金額で360億円という大変なお金をかけて皆様方の本当に大変な税金を賜って作らせていただいたということでございます。で、ミューズはですね、国内外の本当に著名なアーティストの方々がもう多数ご講演されています。もうこれ挙げたらキリがないんですけど、もう挙げたらキリがないから言ってきますけど、藤子フェミングさんもそうですし、もう世界各国の交響楽団も来てますしですね、本当にそれのみならず国内は例えば落語で言えば立川談志さんもよく使われていらっしゃいましたしね、本当にすごいところでありまして、その時にちょっとこれ調べたら ミンフェンのフィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者でいらっしゃったワレリー・ゲルギネフさんという方が、これ必ずミューズが素晴らしい時にこのワレリー・ゲルギエフさんという方の言葉が使われるんですが、もう本当にこの方がもう世界に冠たるミンフェン・フィルハーモニーの管弦楽団の首席指揮者でいらっしゃいますから、その方がもう本当に素晴らしいと言っていただいて、それぐらいのホールでございます。で、このような素晴らしいミューズなんですが、ホールの耐震化やバリアフリーといった問題が課題もございまして、それらに対応するためちょっとご記憶のある方もいらっしゃると思いますが、2018年、平成30年の12月から2020年ですね、令和2年の4月まで休館をいたしまして、工事費、これもですね、やっぱりミューズはかかるんですね。54億円です。これもまた54億円というのも、これまた私も市長になってこれだけの金額の事業をなかなかやったことはありませんが、54億円かけて大規模改修を実施いたしまして、リニューアルオープンを、いたしました。で、ホール天井はですね、耐震化にあたりまして特に音響性能が重視されているそのアークホールです、大ホールにおいては既存の吊り天井を張り替えるという形ではなくて、天井裏から補強するという手法を行いましたため、また安全性については国土交通大臣の、認定というもので認定が必要だったということもありましてですね、この手法も実は全国ではサントリーホールとミューズだけであります。これぐらいのことを実はやっておりまして、公共ホールとしては初めてのことです。それぐらいミューズには実はですね、言い方あれですけどお金をかけているということであります。
で、そして、昨年おかげさまでミューズは30周年を迎えることができまして、12月に30周年の感謝祭というものをやりまして、当日はですね、私もあの市長としても、また理事長としても伺いに行ったんですが、7000名を超える方々にお集まりをいただいた、感謝祭となりました。で、ミューズはじゃあ今現状どれだけかかっているかというとですね、これまたですね、これお金の話ばかりになって恐縮ですけど、7億3000万です。毎年です。毎年実は7億3000万円かかっている施設です。で、先ほど申し上げましたように、作るのに360億で、改装に54億、そして毎年、去年も今年も来年も再来年もずっと7億3000万かかっているという組織であります。ちょっと桁が違うんです。私が予算査定いろいろやりますけど、数百万とかいうので査定しますから、数百万でも大きな事業ですけど、何十万、二十万の事業だっていっぱいあるわけでございますが、格段にこの私が予算査定を、この市長の任を賜って昨年予算の査定を一件一件やりましたけど、まあミューズは7億3000万という飛び抜けてお金のかかる施設であるということを、ぜひですね、そういうものを所沢市は持っているということをぜひ、ご認識いただいているかもしれませんが、金額的にはそれぐらいのものであるということでございます。すいません。で、続きましてですね、音楽のある街づくりというものについて、次2点目で申し上げたいと思います。所沢市はですね、市民の皆様、だけでなく、所沢市を訪れてくださっている方々にも音楽で、元気になっていただきたい、そういう、街になりたいということで、音楽のある街づくりというものを推進、これをずっとやっております。で、その一環といたしましてですね、商業施設などの街中で音楽を鑑賞することができます街中コンサートというのをやっています。ちなみにですね、今日お配りしている知らしの中にも入っているかと思いますが、本日7月20日にワルツさんで、ワルツさんをお借りしましてですね、所沢駅西口のワルツさんをお借りして、12時から、これだから、これ終わったら、もしご関心が終わりの方はもし行っていただければと思うんですが、12時から、ワルツさんで街中コンサートを行います。チラシ入っていますので、いろんな方々がご出演されますので、ぜひご関心終わりの方はぜひ行っていただければなと思うんですが、街中コンサートで、もう一つがですね、音町ファミリーコンサートっていうのもやってまして、これはどちらかというとお子さんや保護者の方々が気軽にクラシックとか音楽に触れていただきたいなという、そういう機会で街中ファミリーコンサートっていうものをやっています。で、これもですね、今度9月の15日に行います。ちょうど昨日から申し込み、市のホームページをご覧いただきますと申し込み始まっておりまして、今回は小手指公民館の文館のホールで行いまして、所沢フィルフォーハムニーのフィルファーモニー管弦楽団の方々がオーケストラ演奏をしてくださいます。例えばお子さんがお気になる方、ディズニー メドレーであったりですね、あとブラームスの第5番、あれですね、ハンガリー楽曲の第5番で、あれをやりますから、ぜひこれもしこのファミリーコンサートの方はですね、申し込みが必要ですから、申し込み、今日のワルツさんとは違って申し込み必要ですから、もしご関心のある方もは申し込み昨日からやっておりますので、ぜひ行っていただければなと思います。毎回もう満員御礼でございます。すぐだから申し込み昨日から始まっていますけど、これ結構すぐ埋まっていますので、ぜひ大好評いただいている街中コンサート、いや街中コンサートは誰でも行けるんですが、音町ファミリーコンサートの方は申し込み必要ですから、9月15日に行いますので、ぜひご関心ある方は行かれていただければなと思います。で、そしてあともう一つですね、これは本当にご案内の方も多いと思うので、大変に残念でありましたことは、今年の7月7日、今月7日に終了いたしましたストリートピアノであります。で、これですね、グラン・エミオさんの、グラン・エミオ所沢さんの、ご好意により場所を提供いただきまして、初めはですね、これ、4週間だったんですね。4週間の限定で2021年令和3年の9月から4週間とか、1ヶ月弱ですねの限定でやっていただいてたんですが、これがまさに今年の7月まで、7月7日まで、本当にグラン・エミオさんの本当のご好意で貸していただきまして、ちなみにですね、これちょっとまたはちょっと感覚的なことで、お金の恐縮ですけど、ほぼ同じ場所をですね、1日借りただけで33万円です。33万円に当たるような場所を実は3年近くお貸しいただいてたということです。
だからグランウニオさんからしてみると、あの場所を他の方にお貸ししていたら1年間で1億2000万円の収入があったということです。で3年間ですか、約3年間ですから3億5000万円ぐらいなんですが、そのぐらいの場所を実は、ずっと本当に本当にありがたくもですねお貸しくださっていたことです。本当にこれはグランウニオ所沢さんにですね本当に感謝であります。でただ私たちとしてもですね、これはぜひ続けてほしいということで、この担当部署も含めてですね、これもう片手では足りない、もう両手でも足りないぐらい交渉しました。ずっとずっとどうにかなりませんでしょうかって本当何度も何度もお願いをしてきたところなんですが、まあさまざまな状況がございまして、例えばあんまりこういうのを言っちゃう、新しい施設できますですよね、今度エミテラスさんとか、やっぱり商売のこともあったりですね、あとどうしてもですね、やっぱり長く続いてきて、まあ、これもあれなんですけど、音量の問題とか、施設利用者の方々への配慮だとか、なんか解決しなきゃいけない問題が、やっぱり長くやると出てきたようでありまして、本当にですね、担当部署の方は、本当にもう十数回にわたりこれ交渉したんですが、なかなか、まあ、さらに言えば、その場所を1日33万円という場所を、本当にご厚意によってお貸しいただいて、まあ、さまざまな状況が、まあ、商業、いわゆる、なんか地所の流れとかですね、商業施設の新たなオープンとかそういうこともいろいろありまして、今回7月7日をもって、満了となった次第であります。非常にこれは議会でもさまざまご意見賜りましたので、主といたしましてもどうにか今後何かをしていきたいなと思っておるところではあるんですが、まあ、あそこの場所につきましては期間満了となったという次第でございます。ちなみにこのピアノ、あそこにありましたピアノはですね、今児童館で利用されております。児童館というのは0歳から18歳までのお子様と保護者の方々がご利用される場所でありまして、ピアノ自体は非常にその後有効活用させていただいている次第でございます。で一方でですね、音町推奨制度、別の話でございます。音町推奨制度というものを新たな取り組みとしてやっておりまして、音町にふさわしい所沢市内の音楽イベントや店舗などについて音町推奨というものに決定しまして、所沢市の音楽のある町づくりの SNS で PR する制度を始めております。今年3月からより多くの方々にご利用いただいているというものでございます。で合わせてですね、音楽のある町づくりの特設サイトというものも開設を今回いたしまして、民間の方々のコンテンツも含めて所沢市内の音楽コンテンツを体系的に情報発信することとした次第でございます。これもお配りしたチラシの中にですね、受付でこれですね、この名刺代のこれなんですけど、これ白いこう名刺みたいなやつの裏に QR コードが入ってまして、この QR コードはスマートフォンかなんかでこう読み取っていただきますと特設サイトにつながります。で、さまざまな情報が載っておりますので、ぜひ所沢市内でこういう音楽のある街づくりのさまざまなことやってるよっていうのをこの、スマートフォンなりでこの QR コードをかざしていただきますと見れますので、ぜひそういうものも使いながら音楽と街を感じていただければなと思う次第でございます。音楽のある街づくり推進事業はについてはちょっと、まず以上でございます。で次はですね、アート関連事業でございます。アート関連事業はですね、まあ、アートと所沢っていうとですね、まあ、皆さんどのようなイメージを持たれていらっしゃるかなんですが、かつて所沢はですね、芸術家の方々が、まあ、今もそうかもしれませんが、特にかつてはですね、よりその盛んな活動でございました。昭和50年代から平成の初期にかけてはですね、所沢の航空記念公園で野外彫刻展とか美術展というものが開催されたりしてきました。で市役所の今日お越しいただいた市役所の前の通りにはですね、彫刻家の方々、市内の在住の彫刻家の方々による彫刻が展示されています。今木とかにちょっと漏れてるからなかなか見づらいとか、まさにこの航空公園の駅から降りていただいて市役所からミューズの方行く、この辺りにですね、非常にこう市内在住の彫刻家の方々の、これ緑の中の彫刻という名前でですね、25年前、1999年の、平成でいうと11年に設置したものでありまして、帰り際にもしよろしければ改めて、ご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういういわゆる彫刻などもこの航空公園のこの駅からこちらの方には展示させていただいているということでございます。であとですね、最近というか、まあ、今年の1月にですね、アートベンチというものを作りました。三ヶ島のご在住の方だとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、緑豊かな大地や歴史的な風土がある魅力的な地域資源
を、まあ、活用するという意味で三ヶ島地区にですねアートベンチというものを、設置するプロジェクトというのを進めております。今年1月にはこれを4台設置いたしました。で作成にあたりましては所沢市と連携協定を結ばせていただいております。武蔵野美術大学の方々であったり、先ほど申し上げました埼玉県立芸術総合高校の方々のご協力をいただきまして、市内の小学生ですね、児童の皆さんにペイントをしていただきまして完成したものでございます。現地に行っていただきますと本当にこう色とりどりのベンチがありますので、ぜひこちらの近くをお取りの際にはですね、ご覧いただけれますと幸いでございます。今年度も新しいベンチ作っていこうと思いますので、そういう芸術とのコラボというかですね、そういうことも進めているところでございます。でまたこれも今年2月にこの前やったんですが、大変これもありがたくも西武鉄道さんのご協力をいただきまして、所沢駅のモノクロアート展というものを、所沢駅のですね、ホーム、本川越駅のホームですね、本川越駅の方のホームに、これまた総合芸術総合高校の生徒さん のアートを、アート展、作品を展示させていただきました。これもですね、西武鉄道さん、本当に大変なご協力をいただきまして、なかなかそういうホームにそういうことを本来やっていただけないんですけども、西武鉄道さんの本当にご好意によりまして、そういう展示、駅のホームというですね、日頃そういうことがない場所に、展示させていただきまして、駅の利用されている方々からもご好評いただいたというものでございます。今年度もですね、所沢駅アート展というのを開催をいたします。これもチラシ入ってましたかね、チラシに入れていただいたかな、なんかやりますので、今年度の作品は、今年度はですね、芸装の方じゃなくて、公募させていただきます。これこちらです。これ、こちらなんですけど、公募させていただきます。なので、配布物の中のチラシなどをご覧いただいて、もしご興味のある方とかお知り合いにする方いらっしゃれば、ぜひ応募いただければなと思う次第でございます。すみません、長くなりました。あともう最後、4つ目、最後で、市民文化、文化活動支援関連事業ということで、最後4つ目でございます。所沢市はですね、市民の皆様方の文化芸術活動が盛んに行われてきたという経緯もございまして、いわゆる文団連というやつですね、所沢市、文化団体連合会という、皆様方がご主催いただいている所沢市文化祭、これもチラシ、総合フェスティバルのチラシ入れさせていただきましたが、所沢市文化祭というものが今回実は70回目、もう記念すべき70回目が開催されます。美術連盟であったり、先ほど申し上げました俳句連盟、短歌連盟、茶道連盟、本当さまざまな現在15団体の方々が、加盟をいただきまして、所沢市はその本当に多くの方々に、その活動をしてやっていただいておりますし、市としても支援をさせていただいております。これもですね、ちょっと市 の行政の話なので、ちょっと予算的なことを申し上げますと、市から文化団体連合会の皆様方に対する補助金というのは、全部この埼玉県においてはですね、ちょっとダントツでありまして、ダントツって言い方ないか、まあ、多い方でありまして、ちなみに川越市なんかはですね、この文化団体系のところに24万円なんだそうな、24万円しか出してないらしいんですけど、ところで出しては287万円出して、さっきのミューズの7億3000万に比べるとちょっとあれなんですけど、まあ、でも287万円団体に出してるというのは、これ担当部署に調べてもらいました。埼玉県内 のこれ少なくとも埼玉西部地区においては最も多いです。2番目に多いところでも所沢市の半分ぐらいですから、所沢市としては文化団体の方々に対する補助金というのは、これまでの中においてもですね、多く補助金を出させていただいて、まあ、つかそれぐらい皆さんが活動的にやっていただいているわけでございますんですが、実は川越さんには悪いです。川越さんなんかは出してないぐらいですから、所沢市は比較的そういうことに対して協力をしています。ただ、まあ、足りないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、一応市の中ではダントツで多いという仕事です。で、あとですね、大工ですね、所沢で大工をっていう演奏会、これは本当に市民の工房の市民の方々の工房による合唱団と市民オーケストラの方々で、市民の皆様方主体で実行委員会が開催されておりまして、これはですね、もうご案内の方もいらっしゃると思いますが、歴史的にはもう国内では最も古いレベルであります、この市民の皆様方の大工というのは。で、今回でこれまた記念の40回目、昨年が40回目でありまして、1983年、昭和58年から続いておりまして、毎年ミューズの大ホールに、アークホールに2000人近くの方々が足を運びいただいているというものでございます。これも先ほどとはまた別の補助金を市としても出させていただいておりまして、バックアップをさせていただいているところでございます。
その他にも市民合唱祭であったり吹奏楽祭であったり開催の支援をさせていただいたり、あとご覧になっている方いらっしゃいますかね、文芸所沢って冊子があるんですけど、この文芸所沢の発行もさせていただいている次第でございます。以上が市民文化活動の支援関連の事業の説明でございます。長くなりますが以上ですね、文化芸術をテーマに市民の皆様方に対して市が行っていることを主な4つをご説明申し上げました。本市ではミューズやまちづくりセンターなどを会場といたしまして、多くの市民の皆様方により多様な文化活動を活発に展開をしてくださっていただいております。で、所沢市といたしましてはですね、さまざまな、市としてはどうしてもお金って話になるんですが、補助金を出しさせていただいたり、あと繰り返しになって恐縮ですが、ミューズは7億3千万ですから、そういうものを出させていただきながら市民の皆様方の文化芸術活動をお支えを申し上げている次第でございます。とは言っても一方でですね、今後所沢市ものみならずですけど、これはもうどこの市もそうなんですが、財政というのは、どこの市も厳しくなってきておりますので、そういう意味においてはお金だけ、今ちょっと私の説明、ちょっとお金の部分がちょっといくつかありましたけれども、お金以外のところでですね、ぜひ行政としても皆様方をサポートさせていただきたいと思っております。その意味におきましても、本日お集まりの皆様方からですね、ぜひそのお金とはまた別の部分においてもですね、貴重なご提言とかご意見を賜れればなと思っている次第でございます。長々とすいません、長くなりましたが、私から冒頭は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。